はい、どうも石原です。ということで今回の動画では iPhone 15 Pro リーク、実物ケース流出、確実に最強ボタンが搭載するぞという、もう衝撃かつ嬉しい情報が届きましたので、皆さんにご紹介させていただきたいと思います。そして Apple 大好きユーザーの皆さんに石原からご報告がありますので、今回の動画の後半にお知らせをお伝えしたいと思いますので、今日の動画はどうぞどうぞ最後までご視聴いただければと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで iPhone 15 Pro リーク、実物ケース流出、確実にレイのあの最強ボタンが搭載するぞという嬉しいリーク情報となっております。これは各海外メディアが報じております。で、今回は海外メディアのザ・アップルポストの記事を参照しながら皆さんにご紹介していきたいと思います。iPhone 15、まあ15 Pro の進化のポイントというのはいくつもあります。USB Type-C が搭載される。ペリスコープレンズが搭載されるなどなどありますけれども、その中でも特徴的な進化のポイントがもう一つございます。はい。こちら。iPhone 14 Pro でございますけれども、はい、ここの部分です、この部分。このサイレント、ミュートスイッチですね。オンにするとサイレント。オフにすると、まあ、通常の 着信音というかね、まあ、音が鳴るという状況なんですけれども、この部分に iPhone 15 Pro はアクションボタンが搭載されるということなんですけど、まあ、そのアクションボタンは、まあ、シャッターになったりとか、まあ、スクリーンショットを撮れたりとか、まあ、まだ細かい、ね、情報は出てないんですけど、そのアクションボタン一つでいろいろなものができるっていうことになってるんですけど、 Apple Watch Ultra のこちらのボタン、アクションボタン、こちらのボタンが iPhone 15 Pro にも搭載されると。iPhone 15 の標準モデルに搭載するかちょっとまだ分かんないんですけど、プロシリーズにアクションボタンが搭載されると。当初の予定だとね、 Apple Watch Ultra のような、このような iPhone 15 Ultra が登場するんじゃないかなんてね、まあ、言われながら、まあ、楽しくワクワク見ていたわけなんですけれども、今回アクションボタンが搭載することがもう確実なんじゃないかというリーク情報でございます。はい、もうこちらの画像でございます。はい、どうぞ皆さんご覧ください。もうわかりますか。左側が iPhone 15 Pro、 そして右側が iPhone 14 Pro のケースでございます。はい、もう見てわかる通り、はい、何かがおかしい、何かがおかしいことはもう見て取れると思います。はい、アクションボタンというかサイレントスイッチ部分が大きくくり抜かれているのが iPhone 15 Pro でございます。はい、右側の iPhone 14 Pro はこのね、サイレントミュートスイッチの切り替えぐらいの、まあ、サイズ感が、しかし左側の iPhone 15 Pro のサイレントボタンだった部分がちょっと少なからず大きめにくり抜かれていることがわかると思います。これは Mac Rumors の Twitter とかこう取り上げたものでもあったりするんですけれども、この画像が流出したことによって、で、そう、冒頭でお伝えした iPhone 15 Pro シリーズのアクションボタンの搭載は確実なんじゃないかという状況になっております。つまりおそらくミュートスイッチというものは廃止になると。その代わり Apple Watch Ultra のアクションボタンみたいなものが iPhone 15 Pro に搭載されると。で、この Apple Watch Ultra のアクションボタンというのは、例えばボタンを押すとすぐにランニング開始とか、ワンアクションでいろんな機能をそこに入力することができるという状況なので、漏れなく iPhone 15 Pro のアクションボタンも、まあ、押すことでワークアウトをすぐ開始したり、例えば押すことで YouTube をすぐに起動したりとか、まあ、いろんな使い勝手の幅を広げてくれるボタンだと。もういわゆる最強ボタンが搭載されるんだということになってます。もうこの画像を見てわかる通り、もう確実に大きめの穴が開いてますから、もうここにアクションボタン、まあいわゆる従来の iPhone 14 Pro みたいな、このサイレントスイッチの形状じゃないので、ここに明らかにアクションボタン、もしくは物理的にサイレントスイッチみたいなボタンじゃないような
ものがここに搭載されるということがこれは分かりましたので、見ての通りこのボリュームボタンのサイズ感もちょっと変わってるっぽい、まあ位置もちょっと変わってるしサイズ感もちょっと変わってるんじゃないかなという状況になっておりますので、今回の iPhone 15 Pro ね、12 Pro、13 Pro、14 Pro ではまあ外観はほとんど変わらなかった。ただカメラ部分がね、徐々に大きくなった。まあそれだけでございます。まあ中身もちろん変わってますけれども、それに加えて14 Pro から15 Pro、これは明らかに外観、そしてシステムも変わってきそうだという状況になってますね。昨日皆さんにご紹介したこちらね、いつ発売するのか、値段はいくらなのか、でその iPhone 15待つべき理由みたいな動画を公開しました、まあ、大反響でございます、まあ、いろんな意見がありますよ、まあ、僕の個人的な意見でもありますから、個人的には今待つべきだよねっていう話はしていますので、まあ、いろんな意見があるんですけど、今ね iPhone 15をどうしようか、 iPhone 14買おうか13買おうか迷ってる方は一度こちらチェックしてみてください。はい、そしてお知らせということで、アップル大好きユーザーの皆さんに石原からご報告がございます。はい、私石原、テック好き石原というね、ツイッターをやっております。皆さん見ておりますか？そんなに定期的に更新はしていないんですけど、何かあればツイートしているという感じでございます、フォローしていただいていますでしょうか？多分いませんでしょうね。はい、いない人はぜひツイッターしている方はフォローしていただければと思うんですけれども、今日ツイッターをチェックしていただいた方はもうすでにご存知でございます。はい、なんと石原、もうアップル大好きなもうユーザーの方なら絶対に知らない人はいないと言える雑誌に乗ることが決定しました。というかもう乗ります。はい、乗ります。それがはい、マックファンでございます。はい、こちらマックファン。まあ、アップル大好きユーザーなら絶対にご存知ですよね、マックファン。まあ、知らない人はいないと思います。僕も何度か過去に買いました。はい、何度か過去に買わせていただきました。はい。まあ、皆さんもね、まあ、アップル大好きなら、一回は買ったことあるんじゃないかなと思います。このマックファンに、はい、石原さん、はい、掲載されます。ありがとうございます。もう本当に。なかなか雑誌に載るっていう経験はないですからね。本当ありがたいことでございます。で、何の特集なのかというと、まあ、アップル好きのカバンの中身という、まあ、特集1です。特集1で載っているということになっております。で、これはね、この動画は今6月27で、ございますけれども、6月29の、木曜日に発売しますので、皆さん、まあ街角、ちょっと出かけたとか、ちょっとコンビニ行ったとか、ちょっとアマゾンの雑誌ページ見てた方で、マックファンがもしそこにあれば、石原を見つけてください。はい。そのマックファンの何、どこかしらに石原のページがございますので、ぜひ見てください。そして、見た方、買った方、チェックした方は、漏れなくツイッターで私メンションしてもらって、買いましたよ、見つけましたよっていうことをね、発信していただければと思います。はい。コメントでもいいんですけど、コメントなかなか僕もね、返信できなくていいねぐらいしかちょっとなかなかね、できないんですけども、ぜひね、ツイッターの方で、買いましたよっていうご報告とかがあればね、石原も嬉しいかなと思っておりますので、ぜひ、街角、お近くの、まあ、書店とかでもいいので、マックファン、このオレンジ色のマックファン8月号を見つけた方はぜひ中身ペラペラっと、今立ち読み禁止なところも、ね、多いですから、ぜひ手に取っていただいて見ていただければと思います。いや本当自分としても非常にね、もう思い出になる、もう思い出としてはもう申し分ない、もうアップル大好きユーザーとしてはね、僕もね、皆さんと同じアップル大好きユーザーとしては、アップルファンが買う雑誌に載るというのはもう本当になんか夢を見ているような感じでございます。はい、著名な方とかね、各 YouTuber さんとかも載っているので、30名ぐらいかな、うん、こう特集で組まれているので、そのページのどこかにいますので、ぜひチェックしていただければと思います。
はい、ということで本日は iPhone 15 Pro のねアクションボタンが搭載されるのではないか、その可能性が確実なんじゃないかというお話をさせていただきました。そして、Mac ファン、もしね発見して見つけていただいたらチェックしていただければと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。